はい、皆さんこんにちは。ひかりチャンネルののぞみです。今年もこの季節がやってまいりました。ワークマンののぞみモデルの発売です。今年も去年の改良点を踏まえて今年のモデルに挑戦しました。これでもやっぱり皆さんのメガネにかなうかどうかわからないんですけれども、今できる範囲での私たちの精一杯の開発っていうのをぜひ見ていただければと思います。それではどうぞ。今回は色違いの商品の比較をするために他の色もご用意しました。ワークマンエアロストレッチブルゾンのぞみモデルハンティングオレンジ2900円、こちらがベストで1900円、そしてこちらがパンツ2500円です。よく聞かれるので、まずは通常の色、ハンティングモデルじゃないものとの比較をしていこうと思います。まずパッと見たところでお分かりいただけると思うのが反射材ですね。基本的にはこちらのブルゾン、ストレッチブルゾンっていうのは反射材はシルバーだったんですが、反射材が黒になってます。黒にはなっているんですけど、しっかり光に反射する素材は使っていますので、夜道などでも安全です。基本的にね、夜は量はしないので、反射材でも大丈夫だろうっていう判断になって反射材としては残っています。あとはですね、カービナループです。ハンティングモデルは希少をつけたくて、ここにカラビナループをつけてます。ただここだと希少はちょっと場所としては難しいかなって私は思ってはいるんですけど、ないよりはいいだろうということで、希少をつけるためのカラビナループがこちらについてます。通常のモデルにはついておりません。何もない感じ。そして私のこの商品のアイデンティティはこの弾丸ポーチだと思ってるんですけど、ポケットの中にある弾丸ポーチとして使わない人はアイテムツールとしてもお使いいただけます。ハサミを入れたりとか、なんかニッパー入れたりだとか、でこういったものもこちらの通常の色モデルにはついてないです。もうポケット自体がここにないんですよね。でしっかりとこの横のポケットがありますが、のぞみモデルの場合は弾丸ポーチのためのポケットがありつつの横にもしっかりポケットはあります。使わない場合はしまってもいいし。では後ろ身頃の説明です。反射材がまず変更ですね。白から黒。そして一番の後ろ身頃の変更点なんですけれども、通常のタイプっていうのは何もないです。のぞみモデルの場合は獲物を入れるためにポケットを確保したいなっていうのをずっと思っていましたので、後ろ身頃に大きなバックポケットがついてます。バックポケットには A4 サイズのものがすっぽり入るように設計されてます。ぜひ調理をされる方に鳥を入れたりだとか、鳥入れなくても、じゃあなんか罠で荷物が多い方はここに何か入れていただけたらいいなと思ってます。皆さんが気になる去年のモデルとの変更点は何なのかっていうところですが、最大の変更点があります。よく皆さんにご指摘で着てると蒸れるよ、暑いよっていうお声をいただいてました。これはこのストレッチブルゾンっていうのが元々は運動するものとして想定されてない作りだったので、どうしてもその出てきてしまった改善点なんですけれども、ここを改良しました。このポケットの部分の後ろの部分ですが、メッシュになってまして、中からの蒸れを逃がしてくれるようなベンチレーションのシステムになってます。ただし一つだけ懸念点があります。メッシュになってしまったので、例えば血のついた獲物を中に入れると自分の背中にもしかしたら染みることもあるかなっていうのを思いました。でも一応基本的には止めたいものは血は止まっているので、ベンチレーションシステムがついたことによって中に獲物を入れる人はちょっと気をつけてほしいなと思ってます。あとベンチレーションになってる部分は前ポケットのここの部分がベンチレーションになってます。こちらは1900円のベストです。他の色との変更点っていうのはほぼストレッチブルゾンと同じなんですが、希少をつけるためのカラビナループがついています。こっちはついてないです。あとはですね、通常のモデルにはポケットがないのに対して、のぞみモデルには同じお値段でバックポケット、大容量バックポケットがついてます。もちろんこちらも後ろは今回はメッシュに変更されてます。なのである程度山をかける方、運動する方でも前回のモデルよりかは
汗が抜けてくれるように湿気が抜けてくれるようになってます。とこちらが2500円のパンツの方ですが、他のモデルとの変更点をお話ししていきます。カラビナループです。まずのぞみモデルはこのベルトを通すところにここのピルロンっていうのがついてまして、これがカラビナループとしてお使いいただけます。ここにカラビナ通して何かあの必要なアイテムなどを垂らしていただいたり、こちらの通常の色の方に関してはサイドに1個だけですね。こちら1個だけになってます。あとはやっぱり先ほどもお話ししたベンチレーション、暑い、とにかく湿気が抜けないっていうご意見をいただきましたので、今回のモデルポケットの部分がメッシュになってます。わかるかな、メッシュになってるの。メッシュっぽくなってるんですけど、ここの後ろのところが、これが通常のモデルだとメッシュになっていないです。暑いと思います。今回私 M サイズ着用します。私の身長は154センチの中肉中背です。ややぽよ気味です。実際は中こんな薄着ってことは冬はないので、中もなんかこういろいろ着込むので、これ今 M サイズですが、実際は私はいつも L 着てます。雪だるまみたいになりますからね。薄着でちょうどいい。でも冬にこれを着るときに下が薄着であることはない、何回もお伝えしておきますね。ベストも M サイズです。でもベストは猟友会のベスト私着るからあんまり着ないんですけどね。ただこう猟するときじゃなくても山に行くときとかは着たりしてます。 M サイズ。変わった。154センチで M サイズのズボンを履いて、結構薄めのパンツ今履いてて、太さはちょうどいい感じだけど、まあ、あの M サイズでも私やっぱチビなので 5センチくらい踏んじゃうかなっていう感じです。いいですか、わかりやすい。78センチの痩せ方。LL サイズです。これは体重言えば別に。体重62キロ。と去年1年こののぞみモデルを着た感想なんですけど、今年はまだ着てないからね。まあ、巻き狩りをした時の感想なんですけど、まず朝巻き狩りに行く時ってすごく寒いので、1度とか0度とかなので、私はすごい着込んで、さらに中に北海道を張って、その上にのぞみストレッチブルゾン着て行くんですが、場所をポイントを探すのに山の中を歩き回るので、暑くて北海道を取ったり中を抜いたりしてました。だけどもひとたび場所が決まって、巻き狩りで待機する時はもうやっぱどんどん冷えていくので、これはすごくあったかかったです。なのでタツの方が張ったりする時はすごくいいかなと思うんですけど、セコの方はずっとイノシシをこう追いかけているので、これだと暑すぎるかなって思います。あとは罠量で使ってた時はアドレナリンが多分すごい出てて、暑いとか暑くないとかはもうよく分かってないですね。終わった後はもしかしたらあちあち言ってるかもしれないけど、キチがダメなんだっていうご指摘もよくいただくんですけど、この暑さね、どうしてもやっぱりこうアンバサダーだと新しく開発っていうよりかは既存のモデルにその私なりの独特の付け足していくっていう考えになるので、少しでも皆さんのご要望をいただいて、このモデルを少しでも使いやすくできるように改良していきたいと思います。でもこう私個人的にはハンティング系のもので、この値段で全部揃えても
ブルゾン、ベスト、パンツ揃えても1万円いかないっていうのはもうない、自信を持ってないと言えるので、さらに弾丸ポーチまでついてるから始めようって思う人で、自分が続くか続かないかまだわからないから高いものを買うっていうのがちょっとこうどうかなって思ってる人にはおすすめできると思います。手の届くもので1年やってみて、別にあこれダメだったなって思えば、まあ、何万円もするものを買えばいいと思います、思うので、お金がある人とか最初からねちゃんと専用のいいものを買うのはすごくいいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回ものぞみモデルエアロストレッチブルゾン、パンティングオレンジについて説明をさせていただきました。今まで私が量した時っていうのは、まずこう安価なものでオレンジっていうのがなかったですし、女性用っていうのもなかったので、まあ、その選択肢の一つとしてこれを使ってほしい、これだけを使えって言ってるのではなくて、数あるハンティング系の中でどういった選択もあるんだよっていうのを一つのねあれになればいいなと思ってます。また来年からもしっかりと今期の改良点をしっかり勉強させていただいて進化していきたいとも思っています。これからもですね、いろいろな動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。また私が運営しているホームページ、ツイッター、インスタグラム等もありますので、そちらもチェックしてみてくださいね。そして仮チャンネルモデルの焚き火台が発売されております。概要欄からも飛べますので、ぜひチェックしてみてください。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら。